の前、600メートルほど使って1コーナーを目指す、その直線4コーナーの奥、7番ナムアミダベツが最後にゲートに収まりました。7頭スタートしました。先行争いは内から2番マルカブリッツ、3番マケルナ正宗、それを制して4番名将激輪が出ていきました。内回りとの合流点のところにからスタンド前に出てくるところで4番の名将激輪先頭です。2番手外目から7番のナムアミダブツ、3番手インコース2番のマルカブリッツ、それから1馬身半差3番マケルナ正宗、格上挑戦、後方にいた6番のフォーチュンコードが、おお、外から藤岡雄介仕掛けて上がっていく、6番のフォーチュンコードが花に立ちそうです。後ろは5番のタガノバルコス、最後方1番のダンツエスプリ、1コーナー手前で体勢変わって 600m 走ったところで6番のフォーチュンコード先頭に立ちました。1コーナーのカーブに入っていきます。後ろを離してリード2馬身ほどになりました。6番のフォーチュンコード、藤岡雄介先頭、2番手4番名将激輪に代わって3番手は1馬身半差2頭、外7番ナムアミダブツ、内2番のマルカブリッツ。第2コーナーからバックストレッチを目指すところ、まもなくスタートしての 1000m です。先頭6番のフォーチュンコードが今スタートしての 1000m1 分3秒ぐらいでの通過になりました。後方の3頭は3番マケルナ正宗、外5番タガノバルコス、1番ダンツエスプリ最後方、スタート前で4番の名将激輪の花を叩いていった6番のフォーチュンコードがペースを落としてバックストレッチの中ほど坂を登っていきます。ゆったりとした流れに見えます。6番フォーチュンコード先頭でリード1馬身ぐらい、どこでペースが上がるか。4番名将激輪2番手、3番手は内2番マルカブリッツ、外7番ナムアミダブツ変わりません、3番マケルナ正宗、5番のタガノバルコス、最後方から1番ダッツエスプリ、坂を上り切ってこれから下りに入る800を切ります。1分42秒ぐらいでの通過。先頭6番のフォーチュンコードに名将激輪が坂の下りで並んでいって、その後ろが3馬身離れました。7番のナムアミダブツが3番手600切りました。ペースが上がった、一気にペースが上がった。2番のマルカブリッツ、ムチを入れながら4番手、あとは3番のマケルナ正宗、5番タガノバルコス、4コーナーから直線前2頭、先頭4番名将激輪、ここで前に先頭に立った4番の名将激輪先頭、2番手6番フォーチュンコード、3番手から2番のマルカブリッツ、外から上がってくる、あとは5番のタガノバルコス、道中最後方にいた1番のダンツエスプリ、現在5番手、先頭4番名将激輪、2番手6番のフォーチュンコードがもう一度前を追いますが、2番のマルカブリッツ、5番のタガノバルコス、先頭4番の名将激輪だ、名将激輪ゴールイン。2番手6番フォーチュンコード、3番手2番マルカブリッツ。